今回所用がありまして韓国の方に1週間来てます。で今日は釜山の方に宿泊しているんですけれども、カー用品とかドラレコのレビューしてるんですけれども、まあ、ドラレコの本場といえば韓国になります。で私個人的にすごく興味があったのは、なぜ韓国はドライブレコーダーが普及していて駐車監視、日本ではあまり駐車監視っていうのが今一つ重要視されていないんですけれども、なぜ韓国ではドライブレコーダーがの駐車監視が普及しているのかっていうのをすごく気になっていたところがありました。まあ、こう見ていただいても駐車監視、ドライブレコーダーにつけている車がほとんどです。でタクシーも何度も今日乗ったんですけれども、ドライブレコーダーが普通についています。で、その理由についてをご紹介しようと思うんですけれども、もう見ていただいてもお分かりいただけるように、この韓国の市場っていうのはこんな感じで、釜山のこの街の中、今日もう今10時ぐらいになるんですけれども、見てお分かりいただける通りで、もう路上駐車というのが普通に行われているような状況になっています。これが普通です。で特に取り締まりとかそういったのも全然ないような状況になっているわけなんですけれども、こういった状況下の中でトラブルを未然に防ごうということで駐車監視が普及しているというのがまず一つ来てみて分かったことになります。でさらにより一層駐車監視について意識しているところがあって、ここ見てください。こういったものが普通に付けられています。日本ですと、まあ、付いていませんし、新車の状態とかですと付いていたりする場合がほとんどなんですけれども、韓国ではドアパンチによって駐車監視によるドラレコによって収録されるというリスクを抑えるためにこういったものが付けられていると、まあ、言った状況になっています。まあ、ベンツに関しては、ついていないんですけれど、まあ、車にももちろん寄ってくるとは思うんですけれど、結構ドアパンチを防止するためのものがついている車っていうのが結構多かったりします。まあ、テスラとかはついていない。で割と韓国の車、まあ、こちら見ていただきますと、これ Kia ですけども、韓国の車ですけども、このようにドアパンチを防止するようにスポンジみたいなものがついています。でこの車も Kia の車ですけど、緩衝材が付けられている、まあ、いった状況になっています。でこのアウディもついています。でカイエンはまあついてないんですけれど、まあ、車のキャラによってついていたりついてなかったり、まあ、こんな感じです。なのでいかにこうドライブレコーダーによる駐車監視を意識している国であるということがすごくよくわかると思います。この車はしっかりドライブレコーダーついてます。で日本ですとこういったドライブレコーダー駐車監視というもので意識してドライブレコーダーをつけている例というのは非常に少ないというのが今現状になっています。やっと普及してきたということで、トヨタのクラウンから純正採用されて、ナビゲーションとデジタルミラーとで一体化されたドライブレコーダーというものがつくようになっているんですけれども、まだまだ日本においてはドライブレコーダーの普及というのはこれからであった状況になっています。でここも横断歩道、これだけの大通りで2車線2車線の横断歩道の通りなんですけど、信号がないといった、まあ、状況です。なので結構交通事情が異なるっていう感じなので結構危ない。日本の道路に道路しか走ったことのない人ですと、まあ、もちろんこの車線も逆になっていたりするし、こ
この運転のマナーっていうのが結構雑だったりするっていうのが韓国の道路事情だったりします。あともう一つ面白いのがこちらです。韓国ってフルスモークが当たり前なんですよ。でこの BMW のシリーズもフルスモークになっているのがお分かりいただけるかと思います。このミニバンに関してもフルスモーク仕様です。でこの5シリーズもフルスモークということで、まあ、フルスモークの車がもう当たり前だというような実態があったりとか、もう一つ面白いのが圧倒的にセダンが多い。でかつどういったセダンが多いのかといいますと、割とメルセデスベンツとか BMW のような高級サルーンですね、そういった車の路線がすごく多い。あまり日本みたいにチューニングカーとかスポーツカー、それからスーパーカー系の車っていうのはもうほぼ走ってないといった状況です。全くないっていうわけじゃないんですけど、ほぼこう街中で見ても走ってない。まあそこにマセラティ走ってますけど、ほとんど見る例がないです、正直言って。なのでほぼこういったサルーン系の車がメイン、フォードアサルーンの車がメインで、韓国ですとジェネシス、現代自動車のレクサス版のジェネシスであったりとか、あとキアがもうほとんど、それからサムスン電子のサムスン自動車、今なんか潰れちゃったみたいなんですけれども、そういった車がほとんど、これがジェネシスになります。こういった高級サルーンがほとんどだと、いうのがこの韓国の自動車市場の実態となっているということで、非常に面白い市場調査が私なりに少しこうできたなというところで、目的はこういった市場調査ではないんですけれども、ドラレコ関連の仕事で、あるメーカーさんの視察にしに行ったんですけれども、それに伴って、ドライブレコーダーどういった使われ方をしているのかというところが、私個人的にすごく気になったところだったんで、皆様にもですね、ドライブレコーダーこれから導入するということを考えていらっしゃる方にも、非常にこういった定点観測の中で、違う国の道路事情の中で、韓国なんかは非常にドライブレコーダーの普及が進んでいるわけなんですけれども、どういった状況下でドライブレコーダーというのが有効的に機能してくれるのかという、一つのサンプル例ということで、今回韓国のこの市場、道路、この自動車市場の実態についてご紹介ということで、今回はさせていただきました。また面白い内容がありましたら動画でご紹介していきたいと思います。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。